デスゲームで自分だけ助かろうとする先生。え、みんなも2年2組は毎日1人ずつ死ぬって LINE 来たの？俺も来た。俺も来たよ。怖い。お前ら落ち着け。そんなの信じるのバカだけだぞ。毎日1人ってことはその日死ぬ人に LINE で通知が来たりするのか。じゃあ LINE の名前変えよう。ゲームマスターにもう死んでると思われるような名前に。もう死んでると思われるような名前って、こ、長い。お、深い名。指名変更ってか。たく、お前ら何に巻き込まれてんだ。いや、これ残り生存者38人って書いてるから先生も入ってるよ。へえ。あ、先生ぐらいになるとブルったりしないんだね。顔色は変わったけど。何何？真っ青に。ブルってた。みんなを煽ってたくせに。なるほど、これが生贄投票か。あれ先生、デスゲーム系漫画読んでる？なんで今、うん、これで俺が一番有利か。一歩リードしてる。クリアする気満々だよあいつ。まあでも先生がクリアしてくれるんなら任せればいいんじゃない。確かに。あれ、なんか急に静観しだした。最初に騒いだやつは大体死ぬ。静観して静観する気だ。初日の辞書を下校時までに話し合って決めろだって。え、話し合いで。おいおい、待て、落ち着け。一旦落ち着こう、みんなな、落ち着いてから考えよう。 お前が落ち着けよ。じゃあもう投票とかで決めるしかないんじゃね。おい、勝手に決めるな。ここは全員が助かるために先生が指揮を取る。お、先生が指揮を取ってくれるならちょっと安心かもね。よし、誰が死ぬ。指揮決めしてる。やばいよあいつ。帰るまでに決めろって書いてるけど、もう朝の会で決めちゃうか。ショートホームルーム。同時に毎日一人、このゲームから抜けれるものも決めろってきた。毎日一人死ぬけど、毎日一人助かるってことだ。よし、このクラスの方針はこうだ。とりあえず先生が抜ける。方針決定。え、なんかずるくない？なんで先生だけ。うるさい。俺は教師だぞ。このクラスは弱肉強食だ。弱肉強食。あれ、このデスゲームツイッターで話題になってる。ただのいたずらなんだって。だから言ったじゃん。タッタラタン、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。タッタラタン。